と待ってください。警察の方にマイク渡してください。法的、ちょっと待って、何喋るってことだ。議論じゃない、法的根拠を述べてください。公金、ちょっと待ってください。公金力をそんな横暴で使っちゃダメでしょ。やめてください。警察権力そんな風に使っていいんですか。なんで楽しみにしてるやん、こっち。やめてください。だからなんで、ちょっと待って、警察の人たちが、警察の人たちが逆に通行の著しい妨げになってますけど、大丈夫ですか。私たちこれ気をつけるようにしてたんですけど、はい、やめてください。ごめん、ちょっと警察も映してあげて。警察も映してあげて、せっかくですから。理由は市民です。ちょっと待ってください、暴力振るわないでくださいよ。ちょっと待って、南警察に聞きたい。法的根拠は何ですか。ちょっと待って、中止をしてくれという法的根拠は何でしょうか。ないんですね、法的根拠は。法的根拠も示さないのになぜ中止をさせられるんですか。理由は、理由を聞かせてください。中止をしろという理由を聞かせてください。道路交通法77条に私たちは基づいて通行の妨げにならないように行っております。政治、皆さんご存知ないかもしれません、政治活動というのは基本的に自由なんです。憲法の表現の自由とそれに合わせて道路交通法の77条というものに基づいております。例えば通行の著しい妨げになるとかってことであるならば、これは